今日も YouTube の読者さんよりご質問いただいております。シーズンオフにですね、ベースを入れてから滑走ワックスをして保管しています。ワックスを剥がすのはいつ頃がいいですかということで、行く前日がいいと思いますが、シーズンインも急に日程が決まったりすることもありますし、夏場なども気が向けば室内に行くこともありますが、剥がした状態での保管はどれぐらい大丈夫なものですかっていうご質問いただいておりますので、よろしくお願いします。はい、今のご質問の中で、本当にそのまま行かれるっていう、もうワックスホットワックス処理はしないということであれば、もう本当に間際でいいと思います。ただその、シーズンオフの、1回のホットワックスで、次のシーズンを迎えられると、ということであれば、一度一回剥がしてもらって、今のそのホットワックスを、もう一回ブラッシングしていただいて、綺麗なワックスにして、そのシーズンインを迎えられたらいいと思います。剥がしておく必要はないと思います。剥がしておいて面倒くさいから剥がしておきたいなったら、大体そうだな、1週間から10日ぐらい前でいいと思います。急に行くといっても明日行くとっていうことはないと思うんで、もうシーズンが始まってゲレンデが始まってく、る前に、もう剥がしておけばいいのかなと思います。わかりました。あと夏場にこう滑りに行く方もいらっしゃるじゃないですか。そういう方の場合っていうのは、その板を2種類に分けたりとかして扱った方がいいんですか？室内ゲレンデとか。もう当然室内ゲレンデとかで、どういう形の雪なのか、雪に、似せたものなのか分かりませんけど、それによってそのワックス処理が違ってくると思うんですね。だからもう板はできるだけ分けられた方がいいと思います。特にあの人工芝のようなところで摩擦が多いところ、やっぱり板も焼けますので、それは本当にそれ専用の板もありますので、そういった金属系の滑走面だとかそういったもので、滑る場合はもう板を当然分けていくという。だから例えばニュージーランドとかその今の海外で、今年はコロナの影響でそれはないんですけど、海外で滑られるっていう夏場に方は当然ですけど同じような加工をして、同じような乗ってる板で行くっていうのはありますけど、室内ゲレンデ用は分けられた方がいいと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。いつも YouTube チャンネル見ていただきましてありがとうございます。皆さんの中でそのスノーボードスキーの板で、維持の仕方、メンテナンスの仕方で、分からないことがありましたら、YouTube チャンネルのコメント欄の方にですね、どんどん質問の方をよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと、道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体作りで聞きたいことなど、何でもお気軽にどしどしご質問ください。YouTube のコメント欄にご入力をお願いいたします。随時動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。